アルジャディーダは、カサブランカと96キロメートル離れた、沿岸部にあるモロッコの都市で、アルジャディーダ州の州都。歴史上、アルジャディーダは、モロッコ人、古代ローマ人、ポルトガル人などが、明々に呼んできたため、いくつかの遺装を持っている。マザガンもその一つである。この街の最古の研究者は、カルタ語の航海者反応である。その数世紀後には、プトレマイオスが、 彼の井戸表記でいうところの六度四十分に位置する港ルシビスに言及しているが、これは現在の北緯三十二度十分に位置するあるジャディーダに対応している。時代が下ると戦略的重要性からポルトガル人がこの町を占拠した。彼らは1五百六年頃にマサガントリデを築き、五百四十二年には町自体が要塞化され、分厚い壁が ぐるりと取り囲む堅牢な下出るとなったのである。モロッコは長きにわたって町からポルトガル人を追い出そうとし、2世紀の間、絶えず攻撃を仕掛けたが、都市はこれに抵抗した。ポルトガル人は、この攻撃に長く持ちこたえるために水を蓄える必要があったことから、穀物庫を貯水槽に変えることを余儀なくされた。しかし、1769年に、 シディモハメドベン・アブダラによって都市は陥落し、ポルトガル人は撤退した。なお、最後の攻撃に先立って、現地責任者は、都市から撤退するように命令を受けており、すべての城壁に爆薬を仕込んでいったため、城壁が壊れた、際の一連の爆発で攻撃側の多くの犠牲者が出た。この時期から19世紀初頭までは、アルジャィーダは、マフドゥマという名だった。 1832年に、スルタンのアブデラフマーヌが、城塞の再建を決めるとともに、町の名前を、アルジャディーダと改称した。19世紀後半には、アルジャディーダの旧市街に、ユダヤ人たちが押し寄せて、ユダヤ人街を形成したが、1950年代に、退去した。フランスの保護下にあった1912年に、町は再び、マザガンと改称した。 その後都市は急速に膨張し、ポルトガル人が築いた城塞都市の外に新市街を形成していった。フランス人はこの美しい街、特に穏やかな気候と美しい砂浜に魅せられたので、街は海水浴場として賑わった。モロッコが独立した1956年に、街は再びアルジャディーダと改称した。今日のアルジャディーダは、 ポルトガル人が築いた、城塞都市を訪れる、歴史愛好家、オーソンウェルズの足跡を辿る映画ファン、そして数え切れない、秘書客たちを引き寄せる都市となっている。また、毎年8月には10万人以上の人手で賑わう、祭りが行われる。あるジャディーダの人口は14万4000人である。16世紀に入植した。 ポルトガル人によって建造された城塞に囲まれた旧市街は2004年にユネスコの世界遺産に登録された。現存する16世紀の建築物にはマヌエル様式を見て取れるものもある。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。